はい、どうも皆さんこんにちは。キャラクラチャンネルのケイスケです。お願いしまーす。はい、今回はですね、ウィズヒーについてお送りしていこうかなと思います。ですね、ドズルさんが以前動画でウィズヒーお送りしていたんですけれども、今回はですね、ミソロジーさんが対戦でウィズヒーの方をやってくださいまして、これがですね、結構ですね、ひょっとしたら使えるかなーって言った、感想だったので見ていきましょう。まずは援軍ドラゴンのですね、アチャーウィズポイズンでしっかりと処理の方をしていきまして、で、そして、下方向ですね。下方向、まずはヒーラーを出して、で、ウィザードを出して、回復の方をしていきます。ただですね、ここもったいなかったのが、ヒーラーがアーチャータワーに攻撃されておりまして、ちょっとね、ここがもったいなくて、ヒーラーがやられてしまいます。これで、ちょっとね、もったいなかったなと。あとですね、ヒーラー4体使ってるんですよね。58枠ですかね、ヒーラー4体ですと。ん ?58 枠 ?28、56枠ですね。なので、この56枠は結構やられてしまう、無駄になってしまうんだったら、これゴレウィズで良かったんじゃないのかなといった感想なんですけれども、まあ、うまいことですね、ヒーラーがですね、バルキリーたちにスイッチしていきまして、いい感じにですね、途中まで回復の方をしてくれます。で、最終的にやられてしまうんですけども、まあ、バルキリーたちが結構長生きいたしまして、で、なんとか全開といった形になっております。はい、こんな形でですね、中心部に対空砲アーチャータワーが固まっておりましたので、それをですね、大量のバルキリーたちで破壊いたしまして、バルキリー早いですね。レイジかけちゃうともうすぐレイジから飛び出しちゃうんですよね。なんですけども、ここからですね、バルキリーたちが回ってくれて全開といった形になっております。なので、残りのですね、空を攻撃できる施設、ウィザードタワーとかに向かって、裏バルを刺していって、全開を目指すといった形になっております。はい、3時方向とかも、ウィザードタワーに向かって、バルーンを出していきまして、壊すといった形になっているんですよね。これすごいなって思いましたよね。ただちょっと若干ウィズヒーもったいなかったかなと、これがですね、ヒーラー途中までやっぱり4体ほどですね、生き残ってたらまだまだ結構使えたかなといった形ですね。ただやっぱりあながちネタじゃないんじゃないかなって、やっぱり思いますね。はい、そんな形で最後の大砲を壊しまして、であとはお掃除タイムといった流れになっております。バルキリーがほんと早いんで、そんなに時間切れになるっていうこともなくなりましたよね。はい、そんな形でミソロジーさん、前回お見事でございます。そしたらですね、私、ケイスケ、マルチでジャイヒー、クイヒージャイヒーですね、やってみたところですね、たまたまウィズヒーになったんで、そのリプレイちょっとご覧になっていただきたいなと思います。まずはですね、こちらですね。はい、11時方向、クイヒーを出していきまして、そして10時方向のウィザード、なんで出したかと言いますと、あそこの大工小屋壊せばですね、あ、クイーン、ここ壁殴って中の方に入ってくれるかなと思いまして、ウィザード出していきました。はい、こんな風に壁を殴ってくれまして、このクイヒージャイヒー、ウォールブレーカー積んでないんで、クイーンを中に入れてないんですね。なので、こんな風に壁をわざと打たせるといった形になっております。そして、ジャイヒーですね。ジャイヒーパート、ここでスタートさせていきまして、で壁を破りましたので、援軍のウィザードと、そして残りのウィザードを足していくんですけども、ここですね、ウィザードにヒーラーがスイッチしていきます。はい、移り変わりました。なぜだかここ、移り変わりまして、ここからですね、ウィズヒーになります。はい、大量のウィザードたちにヒーラーがくっつきまして、どんどん施設の方を壊していくと。ただですね、先行しているジャイアントたちが結構やられておりまして、ここがちょっともったいなかったかなといった感想ですね。ただやっぱりちょっとレイジかけたウィザードとかやっぱりすごい破壊力ですし、集中砲火を受けてもですね、レイジがかかったヒーラーがどんどんですね、体力の方回復してくれまして、結構やられづらいんですよね。こんな形でどんどん施設の方を壊してくれまして、で試しにですね、面白いなと思って、さらにもう一発レイジかけてみたところですね、バンバン施設壊してくれまして、ただちょっとここの段階でウィザードたちがね、ばらけて、で、片方はですね、巨爆でやられてしまったと。それがちょっともったいなかったかなと。ただここ集中砲火結構浴びてるんですけども、エイジがかかったヒーラーのおかげで全然生き残っておりまして、はい、施設をどんどん削りまして、もうほとんどですね、2時方向から4時方向、5時方向にかけてはもうウィズヒーで壊してしまったと。ただですね、今、ウィザードが巨爆でやられてしまいました。やっぱりウィザード巨爆に弱いですね。巨爆が弱点でございます。なので、これ、巨爆を踏ませないルートをしっかりとですね、取らせれば、あながち、ネタじゃないんじゃないのかなといった、考えですね、と、答えになりましたので、ちょっとですね、今度いつか機会があれば対戦で練習でやってみたいかなと思いました。最後にですね、ちょっと引いた感じで見ていきましょう、進行状況の方。本当にですね、クイヒーに負けず劣らずの、進軍具合だったので、
本当面白かったですね。はい、そしたらですね、11時方向クイヒーを出していきまして、で10時方向の大公園に向かってエビザード1体出して、でクイーンを壁殴らせてあげるといった形になっております。で壁殴り始めたところで、ジャイアントを出していくといった形になっておりますね。でクイーンが壁の中に入った段階で援軍出てくるかなと思って壁、開けて中に入っていったんですけども、援軍がそんな釣れない感じだったので、まあ、もういいやという感じで、ジャイヒーですね、ジャイヒーパートをスタートさせていきました。でそしてジャイアントがどんどん中に入っていきまして、でウィザード出していくと、はい、こんな形で出していきまして、枠的にはジャイアントの方が枠多いはずなのに、ここウィザードなんでだろう、何体ぐらいだろう、あでも10何体か出したんで、やっぱりジャイアントよりか枠が大きくなったから移り変わったんじゃないのかなと思います。そしてクイーンとウィズヒーが左右同時進行ぐらいな形でどんどん進軍の方をしていきまして、はい、どんどん壊していきます、施設の方。やっぱりレベルマックスウィザードも勝っているので本当早いですね。ただ結構オーバーキルになっていると思うので、結構枠的に無駄になっているかなといった印象ですね。でここまでもうしっかりとですね、ウィザードたちが壊してくれまして、相手のババキンとかも倒してるんですよね。相手のババキンも倒しまして、でレイジがかかったウィザードたちでどんどん施設を壊して、ヒーラーもレイジがかかっているので、もう集中砲火食らっても全然へでもないんですよね、ウィザードたちが。なのでどんどん施設を削ってくれてのここまで削ってくれるといった形になっております。はい、そんな形で下方向にですね、手元に残しておいたウィザードたちを出しておきまして、タンク系の方を削っておきます。で、ウィザードたち、上方向のウィザードたちは巨爆でやられてしまったんですけれども、ここまで進軍が早いのかと、もうびっくりいたしましたね。はい、そんな形で、あとはですね、もう残ってる施設は、アーチャータワー、迫撃砲と、タウンホールとかそこら辺なので、もう早送りで、終えたいかなと思います。というわけで、今回はですね、ウィズヒーはあながちネタじゃなかったという動画をお送りいたしました。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。